放送席、放送席、そしてホークスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは今シーズン2勝目を挙げました大津亮介投手です。ラストピッチングでした。ありがとうございます。今先発として今シーズン2勝目を挙げてお気持ちいかがでしょうか。そうですね、まあ1勝目2勝目とできて本当順調にできてよかったです。自己最長7回を投げて97球5奪三振1失点の投球内容でした。内容を振り返っていかがですか。変化球をうまく使えて、思うようにピッチングできました。緩急使いながら球数も少ないという内容でしたが、ご自身で一番良かった部分を教えてください。やっぱり3点もらった後の、回を、まあ、1点取られちゃったんですけど、最少失点で抑えられたんで良かったです。6回に味方が3点を取ってくれて準備の時間も少し長くなったと思うんですけれども、気持ちの作り方っていう部分で工夫した部分あるんですか。気持ちの面では、まあ、常に同じようなピッチングをできるようにっていうことを心がけて準備してました。7回を投げて1失点と見事な投球でした。さあこれで先発として2勝目を挙げましたが、今シーズンの目標を教えてください。目標は10勝することなので、しっかりチームに貢献できるように頑張ります。チームはこれで4連勝ですし、次の登板に向けて最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。次の登板もしっかり勝ちへと導けるようなピッチングをします。よろしくお願いします。ナイスピッチングでした。先発として今シーズン2勝目、福岡ソフトバンク大津亮介投手でした。ということで大津亮介投手のヒーローインタビューを聞いていただきました。はい、まあ、本人もあの変化球をうまく使えてそうですね、はい、言ってましたね、はい、あれだけ多彩な変化球を操ると本当ね、いいピッチャーだなと思いましたね。10勝目標って言ってましたけども、ね、もうこれ2試合で2勝でしょ。いやちょっと恐ろしいですね。で最後のコメント、勝ちへ導けるように頑張ります、かっこいいじゃないですか。いや僕ね、はいはい、やっぱすごいはっきり言う子だなって思ってたせいですけど、はいはいはい、うん、ちょっと強さを感じましたね。まあこれまで社会人経験してね、入ってきたピッチャーでやらなきゃいけないというところで、そうですね、あの守るものもできたし、ね、はい、奥さんもお子さんもいてね、はい、ナイスピッチングでしたね、はい、2勝というナイスピッチング、本当にいいピッチャーです ね、はい、ね、本当に、はい、うん、まあ、ホークスの強さもそうなんですが、はい、さあライオンズですよ。そうです、また明日ね、はい、うん、急挑みですかね、はい、まあ、はい、1日空くんで、はい、やり返してほしいです、ね、はい、年末、月末のホークスにやり返していいです。月末のホークス、はい、はい、さあ今日のゲーム、それではハイライトで振り返っていきたいと思います。